薩摩川内市古式島の八幡神社で十数年ぶりの結婚式が行われました。結婚式を行ったのは幼なじみ同士の斉藤智明さん36歳と純子さん29歳で、古式島アートプロジェクトの活動を通じて改めて親しくなったということです。梅雨真っ只中のこの日は雨が降っていましたが、久しぶりの八幡神社での挙式ということで大勢の見物客が訪れる中、2人は古式ゆかしく神前式を執り行いました。撮影は若い2人の幸せな旅立ちとふるさとでの活躍を期待する下古式町のふるさと特派員倉野和夫さんでした。